ホーム、駒野駅は、岐阜県海津市南農町、駒野大道上にある、養老鉄道養老線の駅。2005年の駒野駅、島式、単式の複合型2面3線、いわゆる国鉄型配線による行き違い可能な、地平駅。駅舎は、単式の上りホーム側にあり、島式の下りホームへは、大垣寄りの構内踏切で連絡している。トイレは改札内にある。 駅の案内標識で乗り場番号の表記は付けられていないが、近鉄時代の駅掲示時刻表では、3番線から発車の記載があったことから、運転指令上の番線が乗り場番号として扱われており、島式ホームが3.1番線、単式ホームが2番線となる。3番線が上下副本線、1番線が下り本線、2番線が上り本線である。 3番線は、大垣方面からの列車の折り返しに使われているが、両方向の入線、出発に対応している。かつては、駅隣の盲石工場への引っ込め線が伸びていた、駒野駅の利用状況の変遷を可表に示す。出店、岐阜県統計所各年度版、近鉄広報発行パンフレット、近鉄駅前から市内各方面に、開通し、コミュニティバスが出ているが、 本数は少ない。駅周辺は、線状地が広がる北海尾側に近接することから、特徴的な河川地形が数多く見られ、2011年の東京大学門下地理の問題の題材ともなった。養老鉄道交通調査結果2018年11月13日、実施。養老鉄道。2019年10月25日閲覧。ABJR 私鉄前線各駅停車別館に小学館、1993年54ページ、1961年版全国専用線、一覧表、トワイライトゾーンマニュアルネコパブリッシング、1992年。ありがとうございます。